ロサンゼルスエンゼルス大谷翔平選手は、2021シーズン、打者、投手両方でリーグトップクラスの成績を残し、満票でアメリカンリーグ MVP を獲得しました。しかし、シーズン前は二刀流としての成功に疑問を持つ声も多く聞かれました。大谷翔平選手にどのような変化が起きていたのか、これまでの投打でのシーズン成績を振り返りつつ、変化を探っていきます。編集部中。参考資料、大谷翔平は、ここがすごい、リアル二刀流強さのポイント4選。大谷翔平、メジャー成績、打者編まずは、エンゼルス入団後の打撃成績をまとめました。2021シーズンは、ほぼすべての成績で、キャリアハイの成績を残し、見事満票で MVP を獲得。ここでは、本塁打とオプスに焦点を当てながら、昨シーズン飛躍した理由を考えていきます。本塁打昨シーズンは終盤までタイトル争いを演じ、日本人最多となる46本塁打をマークしました。大谷翔平選手最大の特徴は、反対方向へ力強い打球を飛ばせる点です。通常、体の近くまでボールを引きつけると手とボールの距離がうまく取れなくなり、力が伝わりません。全身のパワーを伝えて飛距離を出すためにはステップした足の前でボールを捉える必要があり、結果として引っ張った打球が多くなります。しかし、大谷翔平選手はボールをギリギリまで引きつけられ、力強いスイングによってセンターから左中間へ長打を量産できます。秘訣は強靭な下半身です。オフシーズンのウェイトトレーニングで下半身を徹底的に鍛え上げ、ブレが少ないバッティングフォームを確立しました。軸足に体重が乗り、インパクトの時にロスなく、ボールにパワーを伝えられます。2020シーズンに見られた腰が引けた体勢での凡打は大幅に減りました。そして、もう一つのポイントはバットの軌道をアッパースイングにしたことです。ボールの下にバットを入れてスピンをかけることで打球に角度がつきやすくなりました。一方で、圧倒的なスイングスピードを出すためには背中、お尻、太ももの筋肉強化が必要です。大谷翔平選手はウェイトトレーニングで強靭な体を作り上げ、強烈なスイングスピードを誇るアッパースイングを手に入れました。オプス、出塁率長打率オプスは出塁率長打率を合算した数字で、打者の総合的能力を測る指標の一つ。もともと大谷翔平選手は優れた長打力を誇る選手です。全方向に力強い打球を飛ばせる能力に加え、優れた走塁技術によってシングルヒットを二塁打に変えられます。昨シーズンを大きくオプスを伸ばせた要因は、選球眼の向上です。106試合に出て33個に止まっていた19年シーズンと比べると、約3倍近く四球が増えています。ボールゾーンの投球を無理して打ちに行かず我慢して四球を選べたことで、出塁率が大幅に高まりました。今シーズンは昨年の活躍もあり、前半戦から厳しいコースを突いた攻めが予想されます。終盤戦に見せた自分を見失うことなく、打てるボールだけを確実に捉える姿勢が重要です。大谷翔平、メジャー成績、投手編、エンゼルス入団後の投手成績をまとめました。昨シーズンはエンゼルス入団後、初めて100イニング以上を投げています。特に後半戦は打たせて取る、新たなピッチングスタイルを確立し、長いイニングを投げ切れる試合が増えました。エンゼルスは先発、リリーフともに層が薄いので、
チームが大谷翔平選手に最も期待している部分は毎試合長いイニングをこなすピッチングです。今回はイニングに焦点を当てていきます。イニング2019年に受けたトミー・ジョン手術の影響が心配されていましたが、その不安を払拭するピッチングを披露しました。時速 160km を超えるフォーシームトラクサのあるスプリットで三振を奪う本来のスタイルが健在だった一方、中盤から後半戦にかけては打たせて取るピッチングスタイルにモデルチェンジを果たします。試合を重ねるごとにストレートと変化球、どちらのコントロールも良くなり、無駄な球数を削減できていました。ストライク先行のピッチングを展開できると、変化球の威力も際立ちます。打者は追い込まれる前に手を出す機会が多くなるため、ミスショットが増えるからです。実際、大谷翔平選手は配球に変化を加えて、少ない球数で打者を打ち取っていました。フォーシームの割合を減らし、2020シーズンでは投げていなかったカットボールを新たに使い始めます。積極的に仕掛けてくる打者の心理を逆手に取り、カウントが浅い場面では、フォーシームと同等の球速を誇るカットボールでバットの芯を外し、少ない球数で内野ゴロを量産します。一方、ピンチの場面では力強いフォーシーム鋭く逃げるスライダー、落差のあるスプリットを効果的に織り交ぜてストライクゾーンを広く使い、打者に的を絞らせません。タイミングを外して三振に打ち取り、何度もピンチを脱していました。大谷翔平選手自身は、シーズン後のインタビューで、状況に応じた投球ができるのがベストと言っていました。今シーズン、どんなピッチングを見せてくれるか楽しみです。最後に、大谷翔平選手は、メジャー4年目にして、初めて怪我の不安を抱えずシーズンを過ごし、二刀流選手として能力をフルに発揮しました。2022シーズンも健康を保てるかが鍵になるでしょう。参考資料、スポーツナビ、選手情報、投手ロサンゼルスエンゼルス大谷翔平翔平大谷、サバン、単独インタビュー大谷翔平27歳が語る、完璧だったピッチング、僕の全盛期は小6くらいの時だったので、かっこ笑い。